UEFA チャンピオンズリーグ2009から 10UEFA チャンピオンズリーグ2009から10は55回目のヨーロッパクラブ王者を決める大会である UEFA チャンピオンズリーグとしては18回目であり新しい大会方式では第1回目決勝戦は2010年5月22日にレアルマドリードの本拠地であるスペインマドリードのサンチャゴベルナベウ開催された インテルが45年ぶり3度目の優勝を果たし、UEFA スーパーカップ及び FIFA クラブワールドカップへの出場権を獲得した。UEFA に加盟している52の国と地域から76クラブが出場する。出場権は各国の国内リーグ優勝チームと上位チームに与えられ、チーム数、出場段階、シード権等は UEFA ランキングにより決まる。 本戦は32チームが各4チームの8グループに分かれ、ホームアウェーへの総当たりでグループリーグを戦う。上位2チームは決勝トーナメントへ進出、3位チームは UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメントに回る。なお、今大会は前回王者バルセロナが国内リーグ優勝でグループリーグ出場を決めたため、 前年度優勝クラブ枠は使用されず各ステージでチームが昇格される。今大会から大会方式が大幅に変更された。予選なしで出場できるチームが16チームから22チームに拡大された。国内リーグ優勝チーム予選と国内リーグ上位チーム予選の2つが行われ、プレーオフを含む4回戦がホームアウェイ方式で行われる。 6チーム3チームが2回戦に進出する。今大会は、前年度優勝クラブ枠が使用されないため、48から49位は2回戦へ昇格され4チームとなる。2チームが2回戦に進出する。34チーム17チームが、国内リーグ優勝チーム予選3回戦に進出する。今大会は、前年度優勝クラブ枠が使用されないため、十六位は三回戦へ。 昇格され、48から49位が1回戦から昇格される。なお、1回戦からの通過は2チームとなる。20チーム10チームが国内リーグ優勝チームプレイオフに進出する。今大会は前年度優勝クラブ枠が使用されないため、13位はグループリーグへ昇格され、16位が2回戦から昇格される。10チーム5チームが 国内リーグ上位チームプレイオフに進出する。10チーム5チームがグループリーグに進出する。10チーム5チームがグループリーグに進出する。32チーム。今大会は前年度優勝クラブ枠が使用されないため、13位がグループリーグへ昇格される。1回戦、2回戦の組み合わせ抽選会は2009年6月22日にスイスニヨンで行われた。 1> 第1戦は2009年6月30.7月1日に、第2戦は2009年7月7.8日に開催された。第1戦は2009年7月14.15日に、第2戦は2009年7月21.22日に開催された。組み合わせ抽選会は2009年7月17日にスイスニヨンで行われた。 1> 第1戦は2009年7月28.29日に、第2戦は2009年8月4.5日に開催された。敗退チームは UEFA ヨーロッパリーグのプレイオフに出場する。組み合わせ抽選会は2009年8月7日にスイスニヨンで行われた。第1戦は2009年8月18.19日に、 第2戦は2009年8月25.26日に開催された。敗退チームは UEFA ヨーロッパリーグのグループリーグに出場する。組み合わせ抽選会は2009年8月27日にモナコのクリマルディフォーラムで行われた。本戦出場の32チームが UEFA ランキングに基づいたシードにより4つの抽選ポットに分けられ、 8グループに振り分けられた。なお、同一ポットや同一リーグからは同じグループに振り分けられない。各グループでホームアウェー方式の総当たり戦が行われた。第一節は2009年9月15日16日、第二節は2009年9月29日30日、第三節は2009年10月20日21日、第四節は二千九年十一月三日四日。 第5節は2009年11月24日25日、第6節は2009年12月8日9日に開催された。各グループ上位2チームは決勝トーナメント1回戦に進出。3位チームは UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦に出場し、そのうちの上位4チームはヨーロッパリーグの各グループ主位の12クラブと共にシードされる。初出場は ゴルフスブルク、ルビンカザン、AZ、スタンダールリエージュ、ウニレア・ウルジジェニ、デブレチェン、アポール、チューリッヒの8クラブ。組み合わせ抽選会は2009年12月18日に、スイスニヨンで行われた。第1戦は2010年2月16.1723.24日。第2戦は2010年3月9.1016.17日に開催された。 準々決勝、準決勝、決勝の組み合わせ抽選会は2010年3月19日にスイスニヨンで行われた。第一戦は2010年3月30.31日、第二戦は2010年4月6.7日に開催された。第一戦は2010年4月20.21日、第二戦は2010年4月27.28日に開催された。 本線の特典ランキング、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。